時刻は4時を回りました。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして、その半生を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づき、どう行動したかをお聞きしています。毎回語られる様々な人生好転ストーリーの中から、ラジオを聴いてくださる皆様の生き方のヒントにしていただきたいとの思いからお届けしております。本日は元気を与える講演家、貞熊茂治さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、声大きいですね。貞熊さんとはワンファミリーの代表されている平野亮さんからのご紹介でご縁をいただいたんですけど、すごいね、面白い方がいらっしゃるんで、どうですかってことでご連絡あって、はい、ありがとうございます。今回ね、初めてお会いしたんですけど、まあ、すごい笑顔が素敵で、はい、誠実そうなね、お姿がすごい印象的なんですけど、貞熊さんが今どういうお仕事をされてるのかっていうのも含めて、ちょっと自己紹介していただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。はじめまして、私貞熊茂治と申します。大貞治の貞に動物の熊と書いて貞熊と申します。はい、福岡の名前なんですね。はいはいはい、私はもう沖縄出身のうちなんです。はい、あ、そうなんですね。はい、もう沖縄っぽい顔してます。昨日も海って言って、ね、あ、そうなんですか。はい、今はどちらの方にお住まいですか。浦添ですね。浦添、もともと浦添なんですか。浦添出身で、じゃあもうバリバリのもうちなんちですね。なるほど、はい、今お仕事っていうのは、はい、ただいま先ほど紹介あった平野、うん、ワンファミリーのメンバーとして、はい、人材教育の会社に携わってまして、うん、北中城に会社がありまして、はい、そちらでワクワク大人塾という、はい、塾がメインの講座をやってまして、はい、そちらをですね、うん、皆様に今お伝えするという形で、うん、はい、講演活動を中心に、はいはい、そちらのワンファミリーを私がもう外に広げていくっていう、はい、広告塔の役割で。そうなんですね。はい、やっております。普段、貞熊さんどんな内容の講演会とかされてるんですか。はい、知識とかに関しては結構皆さん学ばれてるっていうところであると思うんですけど、やっぱりその行動、はい、成功するため幸せになるためっていうところで行動っていうところが一番大きいと思うんですけど、その行動するための、きっかけっていう、その本当にこの一つじゃ行動できない理由とか、行動を促す理由っていうところのとこを焦点を絞って、はい、もうそちらにエネルギーを、もう元気をいっぱい与える伝えるっていうところで、はい、やっております。なるほど、このいまいちもう一歩踏み出せないっていう方の背中を押してくれたり、あとスイッチの役割ですね。ですね、はい、なるほど。僕もね、結構人とのご縁の中でスイッチャーの役割っていうのが僕あって、僕と、人生の転換期でお会いした方っていうのは必ず好転していくっていう、なんだろう、再起動スイッチの役割を自分の中で追ってるので、そういうね、やっぱり貞熊さんの役割っていうのをね、すごく共感する部分があるんですけど、この番組ではですね、人生のターニングポイントについてご質問させてもらってるんですけど、貞熊さんの、今の現在に至るまでの中でのターニングポイントって挙げるとしたらどこにあると思います？はい、私がターニングポイントとして感じるのが2つありまして、はい、私中学までは沖縄なんですけども、はい、自衛隊の高校に行ってまして、神奈川にありまして、はい、防衛大学の高校みたいな学校が、あって、そこに行って、で沖縄から離れたんですね。はい、その自衛隊、陸上自衛隊に29歳までいたんですけども、はい、最後の4年間が、その母校の教える立場としていまして、はい、25歳から29歳までその高校生に教えた時に、はい、2年目に受け持った生徒が病気で亡くなったんですね。はい、だからこう自分のより若い子が亡くなるっていう経験がすごいショックで、うん、私も15歳から自衛隊入ってるので、バイトの経験もないですし、その他の社会を知らない中で、そういう中も踏まえながら、もう一つやっぱ自分自身の生き方がこれでいいのかっていうのを考えさせられた時に、なんかもう魂が訴えっていうか、はい、計画なくもう自衛隊を辞めてですね、はい、でそれから自分でこう独立起業するために、今までやってきたっていうところがあって、一つがその、生徒の死、はい、もう一つがワクワク
大人しくワンファミリーの、はい、あのメンバーとの出会いっていうのが、なるほど、はい、大きな出会いですね、はい、この2つが、まあ、ご自身の中のターニングポイントにあったということなんですけど、はい、まずちょっとあの1つ目のターニングポイントについてお聞きしたいんですけど、まあ、防衛大学、まあ、高校の方の、教員の教官の方をされてたということなんですけど、その生徒さんは亡くなってご病気でしたっけ。そうですね、病気、はい、まあ、小児がん骨肉腫で亡くなったんですけども、はい、まあ、受け持ってる生徒さんがそういうね、あの死に至るっていうことはすごいショックだったと思うんですけど、うん、やっぱりあの29歳の頃っていうことでしたけど、まあ、大体一般的にもね、社会経験なくてもあの身近に死を感じるっていうのは多分ないと思うんですけど、うん、その時にあのおっしゃってた、計画もなく、まあ、魂がとにかく日々あの、うん、動いて、独立に向けたと。で計画もなく、その役職を、まあ、仕事を退職されたっていうことなんですけど、その時に具体的にどういうふうに感じられたんですか。うん、やっぱまあ、私自身は結構計画的に生きていくようなタイプだと思ってたんですけど、はい、あまりにもやっぱ衝撃的だったと思うんですね、その死っていうのが。うでこうその頭で思考で考えるとかっていうよりも、うん、もうその感情とか、うん、もう本当にこう自分の運命っていうものをこう考えろっていうような、なんかそういうのがもう、まあ、降りてきたみたいなものがあったのと思うんですね、はい、でこうやっぱり上司の方に、うん、お前じゃあこれ今後どうするんだって言われて、うんうんうん、いや魂が打たれてるんですっていう、もうなんかそういうわけのわからん説得力があるのかないのか、もう思いだけでっていう、はい、であとまあ自分自身がやっぱエネルギーはある人間だと思ってたんで、はい、まあ、なんとかとりあえず仕事は、うん、まあ、あるじゃないですか、たくさん選ばなければ、うんうん、はい、まあ、なんとか生きていけるっていうのは思いはあったのと、うん、はい、あったので、まあ、その辺に関しては心配はしてなかったっていうのがあってですね、まあ、そういうところがまあやっぱり、まあ、自分はなんとかやっていけるっていう思いもあったと思うので、うんうん、自信もあったんでしょうね。その辺が一番大きなところだったと思いますね。なるほど。で、まあね、あの上司の方もあと計画どうするんだって聞いた時に魂がっていう話をすると、一般的には、まあ、本人としてはもう揺るぎない、まあ、あのなんか確信みたいな多分あると思うんですけど、はい、周りから見るとお前何も考えてないんじゃないかみたいな感じ、ね、見られると思うんですよ。でこれが、まあ、職場の、まあ、言うなれば他人だとすごくそれは自分の中で処理しやすいと思うんですけど、うん、今まで15歳からその道に進むってことで、バイトもせずにその進学されてるって言ったら、うん、まず親御さんが今までやってきたことと全く違うところをやろうとしてる、うん、しかもそれに対して具体的な計画もないし、納得できるような理由付けもないと、はい、そういう時って親御さんどうでしたか。あ、そういう面ではですね、すごい恵まれてたなって思うのが、はい、私がまあ15で入るって言って、うん、まあ、許しっていうかその見送ってくれて、うん、で入って、うん、結構でも親と離れてる期間長かったので、はいはい、やっぱ県外出てるので、うん、寮かなんかですよね。そうですね、うん、でこう、まあ、でもやっぱり頑張ってるっていうのが分かってくれてたと思うんですよ。年に1回帰省する時もこうやっぱ自分自身が変わってる姿っていうのは多分親も分かってたと思うし、うんうん、それなりに、まあ、一生懸命やってるっていうのはあったから、うん、なんかまあ本人が言うならっていうのでも親は何も言わなかったんですかね。へそので、まあ、ましてや15から自分で決めてやって、うん、なんかやっぱり本当にそれでよかった、その自衛隊に入れたことが良かったのかなって思うところもあったみたいで、なるほど、なんか親としても、でも本人が行くって言ったから、まあ、行かした、でも本人が辞めるっていうならもうそれはそれで、うん、その経験をしたことないわけじゃないですか、うんうんうん、両親とかも、はい、やっぱり入って、うん、人にしか分からない。そうですね、世界がありますからね、うん、だから何も言わなかったですね、その時。自分はあ、恵まれてると思いましたね、その時は。本当に反対もせず、うん、こうなんか言いたそうなことを感じたんですけどそれはグッと飲んでくれてたんですね。でもなんかこう見守ってくれてるって思ったのはありましたね。なるほど、うん、で、実際にこうやって辞められていくんですけど、
ちょっと先に、まあ、2つ目 の、 あの出会いにつながるまでって大体期間的にはどれぐらいあったんですか？そうですね、辞めてから10年ですかね。あ、結構ありますね。今38歳9歳なんです。29で辞めてるので、はい、10年ですね。なるほど、それぐらいの期間があったと。でその間って何されてたんですか？私あの結構仕事変わってまして、はい、あの10年間のうちに、はい、あの私離婚してるんですけども、はい、あのすぐ自衛隊辞めて結婚してるんですね、うん、で大阪の人と結婚して、うん、そこは介護施設を実家が経営してたの で、はい、で私も そのお手伝いっていう形でやって、うんこうまあ、マネジメントとかその施設の立ち上げとか、はい、でも楽しかったんですけど、うん、でもやっぱりこう自分のやりたいことっていうところで、まあ、3年で1回辞めて、うん、住宅営業と、うん、あと出版社っていうところをや1年ぐらいいたんですね、うん、でそれまでもセミナーとかすごい受けてて、うん、あの人材教育のセミナーとも300万ぐらいかけたんじゃないかっていうか、で本当学びとかもすごいやって、はい、それぞれステップは踏んでて、うん、こうやっていきながら、まあ、本当はでも自分で独立したいっていうので、まあ、沖縄に帰ってきて飲食、うんまあ、その時にも離婚してしまって離婚してのなんですけど、自分のお店やりたいと思って飲食をやって、うん、こうまあ3年ぐらいやってたんですね、うん、でその流れで、今回あの去年、去年じゃなくて2月に平野と出会うっていう形だったんですけど、なるほど、はい、あ平野さんと出会ったんですね。そうですね、はい、そうですね、なるほど、でこのもともといろいろセミナー行ったりとかもうお金もかけながら、はい、自己投資っていうんですかね、自分探しをされるんですけど、最終的にやりたかったのは飲食、その当時は飲食をやりたかったってことですか？そうなんですよ、そこが、うん、飲食をやりたいっていうのは、まあまあ飲食、父も料理人なんですけど、はいはいはい、飲食好きなんですよ、はい、人と接するの、うん、で最終的にはやっぱり自分自身が経営をしたいっていうところがあって、うんうんうん、その手段として飲食、なるほど、で飲食楽しいし、でチームで仕事をしたいっていうのがあって、はい、飲食って、ね、楽しいじゃないですか、はい、でこうなんかマネジメントしながら自分だったらこう楽しい職場を作れるっていうなんか気持ちがあって、ほう、でそういうお店を2店舗3店舗こう自分で経営してやっていったら、こうなんか後々そういうコンサルティングとか講演活動とかっていうのをやっていきたいっていう思いがあって、でそれでこう飲食の仕事をこうやってたんですね。で自分でお店持ちたいっていうところがあって、はい、でそういう中で自分の中ではこうビジョンもあって、でそれに向けての行動もしてるっていう、まあ、期間だったんですけど、なるほど、はい、なるほど、でお聞きしてるとやっぱり、ご自身の、まあ、成長もあるんですけど、まあ、仲間集う仲間を幸せにしたいっていうのがすごく強いのかなっていうのと、まあそれね、その経験を、同じ業種の方にもシェアして、うん、みんなで持って頑張ろうって、なんか大島啓介さん、ね、みたいな感じのね、はい、やっぱり発想で、頑張られてきたなと思うんですけど、その飲食をされて、で、うん、今のスタイルに変える時にも仕事は辞めて、平野さんと出会って仕事も辞めたんですか？そうですね、出会ってからつい最近まで一応飲食の席を置いてたんですよ。あ、本当ですか？ただ今回コロナの影響で、ね、はいはいはい、出勤がもう週に1回とかだったんで、まあ、ほとんどワンファミリーの動きにはなったんですけど、なるほど、一応、はい、5月まではやってますね。なるほど、じゃあこの後半でちょっと平野さんとの出会いからどういう気づきがあったのか、でなぜその業界をね全く違うところにシフトしていったのかっていうのをちょっとお聞きしたいんですけど、一旦ここで CM 入れさせていただきます。民泊運営できなくなったお部屋の集客、空室対策でお困りの物件オーナー様に朗報です。今あるお部屋を家具家電付きのマンスリー物件として活用するために集客のお手伝いをいたします。詳しくは短期賃貸 .com で検索。あなたの広告街中で大きく宣伝してみませんか？伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111 クレド株式会社まで。軽自動車の時代、ゲーガマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他ゲーガヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
繁栄軍師純英の人生好転ラジオ後半です。前半ではですね、一つ目のターニングポイントをお聞きしましたが、後半では、現在に至るまでに平野さんと、ご縁があって、そこから、まあ、いろんな学び、自己啓発とか、やってた中で、居酒屋を飲食の方を、されてたってことなんですが、そこからね大きくシフトされるんですが、今ねちょっと CM の間、聞いたらやっぱり大島さんのところで、されてたっていうことで、なるほど、大島さんとね関わりがあるっていうと、やっぱりそれだけねすごい熱い思いを持って人と接してる、まあ、チームビルディングっていうのにすごく力を注いできた、経営スタイルっていうのをね、伺えるんですけど、実際にこの、まあ、飲食やりながら最近まで、されてたということなんですが、平野さんと出会ったきっかけって何だったんですか？はい、2月にそのワクワクオートマジックの説明会っていうのがあって、はい、ちょうどあの沖縄マラソンの前日だったんですけど、はい、まあ、エントリー行くついでに、うん、もともとその前に1回平野とは出会ってたんですけど、うん、説明会がついでで行けるなっていうくらい で、やっぱ彼は私より5つ年下なんですけど、はい、同じ消防出身で、私も自衛官で同じような匂いがするので、はい、ちょっとねそうですね、訓練系でね、はい、あるですね、はい、でやっぱりこう、ね、立ち上げてるじゃないですか、はい、会社を、うん、私はやってないので、うん、自分がやるときに、まあ、どういうふうにやっていってるのかなっていう、なんかちょっと、うん、まあ、こいつどういうことやってるのかなぐらいの、うん、まあ、ちょっと冷やかし程度に言ってたんですね。おうおう、まあ、なんかちょっとパクれればいいかなみたいなそういうのありますね。なんかこうね、はい、あるじゃないですか。で実際説明会受けてどうでした？説明会もやっぱり私も知識とかそういうセミナーを受けてるから、はい、内容とか分かってて、あ、知ってる知ってるみたいな、あ、ちょっと車に構えたような感じで、多分相当なんか嫌だったと思う。嫌でしょうね、やる方みたいな思ってたと思うんですけど。そうなんです。でもやっぱ最終的に、うん、こう、まあ、私自身が、まあ、明日死ぬなら何したいかっていう時に、うん、やっぱ教育やりたい、コーチングとか、うん、講演とかやりたいっていう思いっていうのが出てきたんですね。でもやってないじゃないですか。はい、やってないですね。自分でこう話しながらちょっと矛盾を感じてきてるんですよ。あれって行動してきて、自分はこういろいろ計画立ててやってるけど、うん、先延ばしてにしてるっていう自分もなんか話しながら分かってきてるんですよ。そういうなんかうやむやを感じ取るんですよ、はい、副代表の日上かっていうんですけど、はいはい、でやればいいじゃんみたいな、いやいやでも資格ないしとか、うん、結局できない理由探ししてる自分がいて、うん、それも気づいてるんですよ、自分で喋りながら。だからどん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 ドツボにはまっていくんですよ、はい、で向こうからはもうなんかニタニタされてるんですよ。もうそこでズバッとなった時に、あ、俺ってここまでやってきたのにまだ迷ってる、あ、本当に最後にやりたいことに行動できてないっていうのに思って、冷やかしで行ったのに帰りはもうずっともうむやむやむやしてながら3日間過ごして、平野ころっと3日後に受講しますかって言ったら、はい、もうやるって言っちゃったんですよね。結構震えてたんですけど、ね、今までこうもうセミナーとかはもういらないと思ってた人間が、あ、最後の最後にやっぱ自分の確信にこうついてきたっていうようなところで、はい、まあ、それでドンってもうやるって決めて、ほう、なるほど。で実際にどうでした？今講演家としてね、活躍もされてるんですけど、学んでみてどういうところが変わりました？やっぱこう自分らしさっていうところ、はい、うん、まあ、自分軸とかっていうふうな表現もするんですけど、うん、なんかこう本当に自分の気質、まあ、自分はもう元気なんですよ、はい、元気でエネルギー、はい、でいろいろも思考で考えて、うん、こううまく伝えようとかなんとかってやっても、うん、結局伝わらないですよね、うんうん、テクニックだけじゃない、テクニックだけじゃない、でもあり方とか、はい、でもあり方8割とかってよく言われても、まあ、よく分かってなかったんですよ、うん、あ、でもこういうことかと思って、やっぱ自分らしさっていうのとこう自分の信念から来る言葉が本当にこう魂を揺さぶるとか、うん、全然違いますからね、落とす、はい、なんていうんですかね、本当元気しかないって思ってるんですけど、はいはい、でもそれはもう誰にも負けない、負ける負けないとかじゃなくて、うんうん、もう俺らしさ、うんうん、自分らしさっていうのがあるんで、うん、本当そこの自分の軸っていうのをぐっと固めれたっていうところですかね。で実際にそれを自分の中で、確信みたいなものを得られた経験
っていうのはやっぱりその中でのあれですか？そうですね、やっぱり若く大人塾の中でのプレゼンもありますし、はい、まあ、何人かの前でやるときにやっぱ自分の中のこういう、うん、こうやこう自分がた、ま、自分の瞬間、魂が触れた瞬間と向こうがバッて鳥肌が立つような感覚っていうのが分かる、シンクロしてるような、はい、あります、ね、感覚っていうのがあって、うん、特にあの1対大勢に話してる時ってこの瞬間って分かるじゃないですか、はい、あ、今火がついたっていうのね、そうですね、うん、分かりますからね、うん、でその感覚を得て、そうですね、おたまんないですね、あれ やばいですよね、あの感覚鳥肌立ちまくりみたいな、生きがい、あ、生きてるって感じですね、うん、自分の命を使い切ってるって感じがある瞬間ですよね、ある意味ね、本当に命を燃やして相手にね、あの光を与えるっていう ね、あの松明的な生き方っていうのはやっぱりあると思うんですけど、あの実際にね、あのやっていて、あの人と接するときに、佐田熊さんが特に気をつけてることって何かあります？そうですね、やっぱエネルギーですかね、はい、その人の、まあ、今こういう仕事をしてて、うん、会う人会う人がエネルギー高い人ばっかっていうか、うん、なんで変わりますから、ね、変わるからなんですけどたまに現実的にふっと現実的かちょっとなった時に、はい、やっぱこう分かるんですね、この人がどこでこう自分らしさ発揮できてないなとか、うん、まあ、ちょっとやっぱり殻とかっていうのある中で、うんうん、やっぱ私もしてもらったように一言、うんうん、なんかあのアドバイスではなくて、うん、まあ、問いかけ、うん、本当にやりたいことやってるのとか、うん、みたいなことだと思うんですけど、うんうんうん、あの今本当に制限なく、うん、一番やりたいことって何とか、うん、やっぱ気づいてもらう、うん、やっぱ押し付けするとやっぱ拒否反応あるんですけど、反発が来ますからね、自分に、うん、自分で言って、うん、自分で気づくみたいな、うん、っていうのはあの心がけてる。素晴らしいですね。でそのやっぱり心に入る、種をどういう言葉で表現して、うん、そこの、心の中に植えていくかっていうのは、まあ、あのその人が、クライアントになるかならないかっていうのは別で、もう一番最初にこの人とも二度と会わないかもしれない、うん、中でのギフトっていうのをね、うん、意識されてる、もうその在り方っていうのはそのね、あのお答えから、すごく伝わってくるんですけど、最後にですね、今後、やっていきたいことみたいのがあれば聞かせていただきたいです。もう本当に講演活動でいろんな人にやっぱそういう伝えたいっていうのと、はい、やっぱ私自身が本当に確信となることに気づけたのがワクワク大人塾なので、はい、うん、今説明会を1時間半ぐらいかけてやってるんですけども、はい、あの私説明会自体は私やらないんですよ、はい、私より上手な人がいっぱいいて外に行こう外に行く人間なんで、なるほど、はい、役割がありますからね。もちろん会社にはいるんですけど、はい、で本当にそういうメンバーにも会ってもらいたい、うん、もう25歳から、まあ、私と同じ年ぐらいの、まあ、30代で40、はい、本当にこの20代から40代のメンバーで、うん、もう本当に仕事はもちろん厳しくなんですけど、遊ぶ時はもうわちゃわちゃ、うん、すごいです。大人の前もやった出発式っていうのがあるんですけど、はい、それがなんか中学生の家族が見に来た時に、あの道徳と総合の授業が合わさったような大人の学芸会みたいなので、うん、楽しそうですね、みたいな感じで、本当みんな大人が結構あの本気で遊んでるみたいな感じなんですね、うん、だからそういう、はい、大人塾も知っていただきたいし、そのメンバーワンファミリーのメンバーもこう知っていただきたいっていうのが私の今の、はい、やりたいことですね。ことなるほど。で、ぜひね、この番組をお聞きの皆さんは、佐田熊さんを通じてまたね、されていることをまた、ワクワク大人塾の方にもちょっとアクセスしてみて、チェックしてみてください。本当ね、あっという間のお時間でしたが、今日はお時間いただきありがとうございました。ありがとうございます。はい、本日のゲストは、元気を与える講演家佐田熊。重原さんでした。本日の内容は皆さんいかがでしたでしょうか。この番組の内容はリスンラジオというアプリを使って世界中どこにいてもリアルタイムでお聞きいただけます。放送局 FM 宜野湾から番組名をたどってご登録ください。また、YouTube 専用チャンネルにも、後日、放送内容をアップしておきますので、繁栄軍師で検索されてみてください。今日のゲスト佐田熊さん、すごい素敵な、パワフルな、本当話してて僕自身元気をいただける素敵な方でした。今後の、活躍を、楽しみしております。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではまた来週お会いしましょう。さようなら。